判定が不明確だアナログレーションをみんな決めちゃってるみたいな、ね、ところがあって、あまりそれが進みすぎると、それからもう一つ言うと、アナログレーション以外で安倍さんの側近と言われている方たちがいるんですが、この方たちも、まあ、どちらかというともうこれだけの実績があるんだし、先生も分かったのは、もう安倍さんの自由に